ザブルーに着てます。なると一緒にゲットリディウィズミーを撮っていきたいと思います。もう朝起きて歯磨きと顔洗っただけでまだ何もしてないです。はい、では始めていきます。準備を始めましょう。スキンケアから。沖縄紫外線強いってか、暑いやん。だからビタミン C のユース使っとこう。あったかい、ポカポカ。血行良くなってるように感じる。感じるよな、こんななんかあったかってなるやつ、私初めて。しかもツヤツヤになるし。で、美容液塗ったから次、ミンスの化粧水塗ります。たっぷり保湿。なんかめっちゃいい音だった。クリスティーヌ、クリスティーヌいいやろ、うん、めっちゃツヤツヤになるよな。なんかすごくないそれ、オイル感。なんかのレチノール入ってるやつらしくって、なんかさ、めっちゃ気になってたよ、レチノールって。そう、なんかそれが私には向いてるらしい。え、そうなんや。だからそれ選んでくれ。なんかもうさ、種類がさ、クリスティーヌもいっぱいありすぎて、何が足りひんかとか、なんかそういうの聞いてくれたけど、分からへんくて、全然わからちゃんにお任せで決めてもらったやけど、どっちか言えたら私乾燥肌、ね、あの油分がないから、そのオイル系のツヤツヤのレチノール入ってるやつがいいって言われた、でもまゆさんやったらそれあれらしい、油分がある肌やから、それもちょっと水分、そう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 、それじゃオイルっぽいもんな。それじゃちょっとなんか昔はさ、なんか乾燥肌なんかなと思っててんけどさ、自分で、なんかニキビとかがさ、初めてでき始めてからさ、乾燥肌じゃないんかなってなった。なんか乾燥かなみたいな。ニキビがさ、何でできてるかによる。でもニキビって油でできるんか。油か、乾燥ニキビ、乾燥ニキビもある。なんかプツプツじゃないからさ、出来方が、プツプツのニキビ系じゃなくて、結構しっくりデカめのニキビいっぱいほっぺたに。確かにそれやったらちょっと油分系かもな。油液はこのクリスティーナビオサテンセラム、この、まあ、ナルが使ったツヤツヤになるやつ。ちょうど少量だから、朝は少ない方がいいかも。夜は1万プッシュで、朝はもう半プッシュぐらいとかでもいいかもしれない。これ塗ってから化粧したらめっちゃツヤツヤになる。ツヤツヤ、これ輝いてんで。やばいよな、これで塗ってさ、ピラティスとか行くだけ、スキンケアとかだけしていくから、どう見たらもう顔がツヤツヤよ。オイルでツヤツヤ。最後はもう絶対これです。カネゴーのデイクリーム、おなじみのね。もう全然ないやん、見て。ほんまに全然ないやん、この旅行で。これが全然なかった。でも家にちゃんとストック買ってるから。さすが。これもめっちゃ伸びるんやな、少量だっけ。しかも SPF 入ってるっていうのがいい。それに、これに入ってんのよ。蓋するあれやんな、クリームやんな。そうそう、蓋するクリーム入ってんので、1日保湿してくれそうやねん。すごい。SPF20 PA プラスプラス3プラス。洗面所2箇所あって、トイレ3箇所あって、シャワールームが2箇所あるから、めっちゃいい。そんなとこあんまないしな、同時にシャワー浴びれたし、同時にシャワー浴びれたもめっちゃ良かった、ほんまに。なんか大体どっちから行くとかさ、順番があって、でトータル2人やったらめっちゃ時間かかるけど、有効活用。今日はこれにしようと、下地いきます。ララッシュポゼ、今日はララッシュポゼにします。なんかでもしっかり塗らないと、今日も手に切れた。いや、マジで日焼け止め忘れたので、もうこれでいいね。 SPF50 のやつ。まず日焼け止めめっちゃ嫌いなんで、基本的に塗らないんですよ私。そしたらシミになってるんですけど、でもさ、もう遺伝やねん、だから諦めてる。そう、私のシミ、そばかすは遺伝。遺伝ない、なんか見てもらってたもんな。遺伝というか、だってあの小学生の時からあんねん、ずっと顔に。お母さんがあるからさ。へえ。その時めっちゃ悩んどった、小中学生の時。小中学生どうやったら取れるかとか、ほんでなんかビタミン C のなんか錠剤とかさ、飲んでた飲んでた、気にして。すごい。その時はめっちゃでもそんなんでシミって治らんやん、もうさ、後からやん。信じるよな。そう、できたものはもう治らへんから、レーザーで取るのが一番早いっていうのは大人になって気づいたけど。だから今度
久しぶりにシミ取りに行こう、スポットに行く。でもさ、ダウンタイム1週間ぐらい見なあかんやんか、あれ。それが結構予定入れにくいよな。そうやんな、スケジュール入れにくい、ダウンタイム。下地まで塗りました。はい、ファンデーションは一生 V3。 まあね、ずっと一緒やから、これしか。そろそろ送られてくるんじゃん。ほんま、お願いします。これ大量買いしてるもん、これも。そろそろ V3 送られてくるんで、だから。ファンデーションの代わり映えなさすぎて。なんかおすすめあったら教えてください。あ、でもさ、あれ気になってる、ルビーのやつ。誰が使ってるまつげ美容液のこのルビーのファンデーションがいいらしい。クッションファンデーションやねんけど、ありがとう。ゆみちゃん使ってる。あ、待って、まつげ美容液使うやんの忘れてた。あ、朝もやるの。朝もやる。いいやろ。ファンデーション塗ってから。ファンデーション塗ってから。ファンデーション目元塗る前に。私もね、まつげ美容液さっきのルビーのやつを友達がエステサロン始めたから頼んでて、でもまだちょっと来ないから。これもなくなりかけの美優、これもすごい良かったねんけど、このいろいろ使ってさ、うんうん、比べてみたくて。それ透明？うん、透明。え、透明じゃないんだ。透明。あ、びっくりした。まつげ美容液透明じゃないやつあるんかな。はい、マネーション終了。ナースのパウダー。最近さっきの美容液これ使い始めたから顔がツヤツヤになるから、パウダーを顔全部に塗るようにしてる。じゃないと髪の毛がめっちゃつくね、ここに、この際に。パウダー使ってへんかった。そう、パウダーはほんまにその目元とかしか使ってへんかったけど、でもこのさ、ある程度熱くなってきたらパウダーつけてる方がいいかな。そうそうやね、汗がな。眉も一緒ね、セルフォークで描いていきます。眉のパウダーってなくならんくない？え、分からんねん、使ったことないね。パウダー使ってない。この間初めてさ、うん、あの今髪の毛黒くしたからさ、うんうん、パウダー見に行こうと思って、うん、見に行ってんけど分からなくて、うん、ペンシルだけ買った、とりあえず。いつも何でやってたん？いつもは、眉マスカラと普通の、うん、何？あ、これもペンシルか。あ、ブローみたいな感じのやつ。うーん、を初めて買ってん。セザンヌ。これこれ分かったみたいで。黒いからこれ。そう、なんかダークブラウンにして、うん、これ描いて、で一応その上から前マスカラしてる。そうやな、髪の毛の色が変わったからめっちゃ難しい。眉毛もな、うん、変わらないとあかんもんな、浮くもんな。そう、体の方が良さそうと思いつつも、ペンシルで描いたら、うん、描いたみたいなになっちゃうから私は多分苦手。パウダー薄の感じだったら、だからもともと、うん、あの眉毛がまずあれや、眉アウトしてるからさ。まあ、もうでもだいぶ2年半弱ぐらいやってる、たったからだいぶ薄れてきた。覚えてる、一緒にさ、自然豊かなとこ行ってたけどさ。そうや、あの時めっちゃ眉毛濃かったよな。あれ、うん、1年後に、うん、あのリタッチみたいなしに行ったの。ああ、そうなんや。そうで、それからやってないから。ちゃんとやったの3年前か。3年前、ね、そう。あれもさ、1週間ぐらいさ、ダウンタイムあるやんか。そうなの。ダウンタイムというか、あの黒くなるタイムがある。そうそう、濃い時間があるから、その時に大切な予定入れられへんやんか。なったなんかやるタイミングめっちゃむずいよな。1週間大切な予定ないってなかなかなくない、うん、でもやってる人多いよな、最近。多い。薄い人は絶対やった方がいいよ。やった方がいい。それよりもあれやん、早くリップアートしたいの。ずっと言ってるけど、うんうん、リップアートしたいんですよ。この動画に何回まゆさんの名前出てくるって感じだけど、昨日からアカウント貼っとかないまゆさんにこの前見てもらって、かなちゃんのエステ行った時に、ここを綺麗にこう縁取ったらもっとふっくりした見えるって、うん、唇になりそうって言ってくれたから、そんなん言われたらエステ、そう、めっちゃやりたい。ちょっとぷっくりしたいんですよね。ぷっくりしてる唇の女の子がセクシーで可愛いからな。もともとぷっくりしてるかもしれへんけど、ぷっくりしてない人もちょっとぷっくり見えるような一度って言うから、うん、まあ、私も眉毛描いてないマスカラはこれデジャブです。一緒のアッシュブラウン、ずっとこれ。眉毛終わりました。うわ、アイシャドウどうしよう。迷うな。今日いっぱいアイシャドウ持ってきたんですよ。なんか最近マネリ化してるから、ディオールやろうかな。うん、個人的に見たい。ほんま？じゃあこれでやります。はい、じゃん。めっちゃ可愛い。
最近ねゲットしたパレットディオールのバックステージアイパレット007のコーラル、コーラル系やからあれかも、イエベハルとかにいいかも。こんな感じ。私イエベハル。おちょっと違う人のこと言わないな。イエベハルとかにいいかも。いや私ブルベフェとか言ったらなんで勝ったねってなるよな。ほんまに。まずこのこれから塗っていきます。この一番ラメラメのやつ。ノリコーザーさ、まだ焼くよ。冬やもんな、うん、一番こう濃い感じやもんな、うん、ほんまに真逆。私はもう一番薄いサイドと明度がもう薄々のやつ。肌がさ薄いらしいわ。あ、皮膚ってこと？そう皮膚が薄いらしいわ、顔の。なんかそういうのも関係してるらしい、そういうのに。そうなんや、うん、皮膚の薄さとかも。アルコール全体になります。下の下もなります。ほんま1回は起きることなく、え、マジでそれ、いつなのか覚えてないぐらいすぐに眠りに入っていって、ほんで気づいたら朝やって、まあ私めっちゃスッキリしてるんだけど、朝起きて寝不足が続いてたからスッキリした。次これにしよう、このピンク、ピンクを塗ります。あ、ほんま。そう、なるもこのクリオの、うん、このクリオのブラウンシュー使ってて、私はこっちの色をめちゃくちゃ使う。でなるはこの色をめっちゃ使う。使っそう面白かったよな。使って色違うから、あのなくなってる色が違うから、うん、私もここがめっちゃなくなってるんですけど、なるはこれを使うらしい、うん、結構大きめになります。ラメがあんまりないかも。これこのピンク目の下にも塗ります。このピンク目の下塗るの可愛いかも。目の下に塗ったらちょっと血色感が出た。いい感じ。ぷっくりなった、涙袋が。こことここ混ぜよっかな。こことここ混ぜよ。コーラル、コーラルになった。はい、で締め色塗ります。締めはこの色。目の色はここと、この三角のところに塗ってます、ね、ちょっとラメが足りへんからラメ出そう。出します。ルナソルのラメ欲しなるんよな、白いやつ。ここに塗るわ。目頭にラメ足して、ここの真ん中にもラメ足しとく。アイホールの真ん中にも。やば、水分の顔やったらもう化粧楽しくてしょうがないか。いやでもなんかもう自分でやるとワンパターンになりがちやから。そうじゃん。そう、なんかメイク変えてる人すごくない？今日はこのメイクにしようみたいな。ほんまにすごい。ちょっとラメ足しました。で最近ね買ったお気に入りのもの見つけたやつ、イキュセのアイエディションジェルライナーの14番。これ友達と買いに行って見つけたやつ。これピンクのアイライナーなんですけど、これをこの目の粘膜のこのラインに引くのがいいね。へー、教えてもらったの。違う、あの、うん、シャドウ、ここの粘膜のところに引くとピンクなんだ。そう、ピンクやねんこれ。ちょっとわかるかな、なんか目がちょっとうるっと見える。あ、うるっと、うるっと見える。で、大きく見えるかも。見て、こっち引いたのと引いたのわかる？わかな？わかるわかる。確かに大きく見える。なんか大きく見える。ここの粘膜が、粘膜が増えるんかも。あの、ピンクが粘膜の色やから。すごいねんけど、それ。そう、すごいよ、これ。そんな考えあるや。この粘膜のところに引くんです。黒だけじゃないんですね、目を大きく見せる。いや、そうやんな。こういうものがあって、これで粘膜引いてみます。下にちょっとだけ、これいつもと一緒の美声。こうやってさ、しゃべりながら準備してたらさ、準備、うん、めちゃくちゃ永遠に時間かかるな。ほんまに。もう終わった？もしかして髪の毛巻こうかな、みたいな。え、もうメイク終わった？早くない？普通まで一緒やったのに。せえ、アイライナーはいつも通りの感じでも毎日メイクと一緒。
ジェルライナー、これも最近ジェルライナー他のブランドでも買ってみたんですけど、なんか新商品あったから、うん、でもそれじゃ物足りへんくてまた結局ビセに戻ってきた。なんかちゃうか、そうそう、いろいろ使ってみねんけど結局戻ってくんねんな、ビセに。マスカラはこの最近あのハマってるのせたエトゥセですね、マスカラベース。松江くんの下がもう完全に取れちゃったから3週間ぐらい経って、しかも花粉の時期とかで取れやすくて、なんで下も塗ります。あの花粉症でな、余計かいちゃうから、ごめんよな、なんか生え変わりの時期らしいで、春と秋は。そうなんだ。だからあれらしい、髪の毛とかさ、青毛が出やすい。いや、青毛見てやばい。嘘、ほんま？お前見つめてたけど。すごくない？すごくない？全然青毛の話今してなかったのに。してなかったよ、今。お前向き合ってた。向き合、青毛と向き合ってた。でもあれがあるから私はもうできよ。あ、アホゲスティック、これマジでいいよ。アホゲスティックか、ぜひ使ってほしい。私もアホゲスティック一応持ってんねん。持ってる？うん、私はクレオズってところのアホゲスティック持ってる。アホゲスティック、アホゲスティック、勝手にアホゲスティック、アホゲスティック。これ下まつげ塗るのにこの先端が塗りやすい。じゃじゃん、まつげができました。まつげで全然違うよな。まつげ大事よな。ほんまに大事。今日も帽子をかぶるかサングラスか迷う。昨日帽子やったからサングラスの方がいいんじゃない？どうしよう。今日どんなの早い。自分の意思ゼロ。そうしよう。今日ちなみにどういうコーデ？今日はなんかダークグレーのセットアップで、上がなんかベアトップみたいな。おニューやんな。そう。でも見たことない。なんかスウェット生地みたいな、また、あ、なるほどね。で、下もなんか着るみたいな、ワイドのパンツ。そう、楽しみです。確かになるってパンツしか履かんか。そうね、スカートさ、なんかせっかくやから1日だけでもワンピース履こうかなと思って、ザラとか見に行ってんけど、なんかこれっていうのがなかったのか。なかった。なんか髪の毛黒いからさ、なんか真っ黒のさ、サテン生地のドレスみたいな、こんなの着たかったけど、なんか黒くもってなって、黒になっちゃうか、そっか。そう、真っ黒になって、髪の毛が黒やから。そう、だからといってさ、他に似合う色が分からんねんな、この黒髪に。難しい。髪の毛の色変わったら服着るのめっちゃ難しい。極端に変わってるからさ。そうやな、難しいよな。難しすぎて。確かに極端に描いた時なんか服がしっくりこやんくなりそう。そう、もう難しい。だからずっと同じ髪の毛に髪色にしてしまうかも。めっちゃ綺麗じゃない今。今綺麗、うん、まだそう、頑張って保ってる色を。どうやって頑張る？染めに行った時に、まず染めに行った日は髪の毛洗わない、で、いいシャンプーをサウナ行く時とかも今日持ってきてって感じかな。でもシャンプーで？シャンプー大事。あのミラブルあるやん。あ、ミラブルがいいらしいね、シャワーヘッド。シャワーヘッドがめっちゃ大事。でもこういうところはさ、そのシャワーヘッド持ってきて帰られへんからさ。だから家のシャワーヘッドも変えようかもなと思って、リファのやつに。で、私思ったんやけど、うちリファやつ。あ、マジリファ？いや、いい？いいと思う。あ、リファなんや。変えれるし。へぇ。そうや、で、リファのさ、シャワーヘッドってさ、思ってるより高くないやんか。え、そうなの？3万円ぐらい。あ、3万ぐらい。なんかそれね、だって半永久的に壊れるまで使えるわけやったら高くなくない？なんかもっとさ、10万ぐらいしそうやん、浄水器みたいな感じで。そう。だからさ、これさ、プレゼントにいいなって思ったんやけど、シャワーヘッド。あげてるさ、イメージあんねんけど。あ、マジで？割と。なんかさ、新居祝いとかでさ、何人かでプレゼントするのに、シャワーヘッドめっちゃいいやんって私は思いつきました。今日はね、あの、アイメイクに合わせて喋りすぎて、メイク全然進まない。シャネルの、ブラッシュ、リミー、リミア、ペチロッシ。これです。アイメイクに合わせてコーラル系です。今日も暑そう、めっちゃ。今日暑そうやな。汗かいてきた、前をしてたら。26度。昨日も26度だったっけ。同じ感じやな。でもなんか、だいぶ暑かった昨日が、なんかちょっと紫外線強めな感じだったよ。あんまり暑かった。旅行やし、ハイライトで塗ろうかな。タネル、フォームエサンシエルか。このツヤツヤのやつです。スティックの。大人気のやつです。これをここの、ここに塗っとこう。ツヤ出します。鼻筋も。あとここ。この、クマのとこ。ちゃんとこのツリーの上も。
今日はあれか、ランチのところに直行って感じか。そうやな、ランチ直行やな。空いてたらいいな。ランチ行きたいところあって、そこに氷戸のところに行くんですけど、空いてますよね。予約が取れないから。リップ塗るときに、さっきまずティッシュで拭く。あ、レオン、レオのやつ。もうだいぶ、ハンベーフンとか下地とかなんか変なものがいろいろついてるから、その上から塗ったら混ざるから。さっきもティッシュ。マジよ。で、これティッシュやっただけで元の唇の色が出てきて、ちょっと血色良くなるかも。パッ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 。リビアのフレンチピンク塗ります。とりあえずこれ塗っときます。潤わすために。オッケー、メイク完成しました。着替えてきました。これはね、メゾンセロンっていうところのワンピースです。プリーツワンピ。全身はまた別で撮ります。髪の毛を巻いていきたいと思います。キャミで割とね、露出が高めなので、顔周りも。だから今日はダウンがいいかなと思ってます。まず全部、今日も外巻き。髪が今めっちゃいい感じ。程よい長さ。この長さ、外巻きしただけで、だいぶいい感じになるからめちゃくちゃおすすめです。この鎖骨ぐらいのノーセットでの髪の長さ見せてくださいっていうあの質問もいただくんですけどね、ノーセットでこんな感じ、ちょうど鎖骨ぐらいのパッツって感じです。で、ワンカールして肩に乗るぐらいかな。この長さが一番いいです。ちょっと長くなったらね、あのワンカールじゃ物足りなくなってくるから絶妙な長さですこれで。今が10時ぐらいなんですけど、チェックアウトが11時やからもう準備ができるから、あとは写真とか撮ってランチに向かいたいと思います。今撮ってる。うん、着替えた。まだか。ここめっちゃ広いんですよ、敷地が。だからなるがどこに行ったかも分からへんくなるぐらい広い。ベッドルームが3つあって、リビングとパーティールームがあって、ここの洗面所が2つあるから部屋がたくさんあります。で、真ん中にプールがあるっていう感じ。プールを囲ってお部屋がある。そう、この前ね、美容室行って前髪をちょっと短めに動きが出るようにてもらったから、前より前髪が短くなった。鼻ぐらい、これぐらいです。こうやって下ろすことはないんですけど、来た時にちょっと顔周りに動きが出るように切ってくれました。割と全部お任せなので、これもお任せ。セットしやすいようにしてくださいって言ってます。前髪をちょっとずつ、一気にじゃなくてちょっとずつ取って、外巻きマイのオイルをつけます。 1.5 ぐらい。毛先からつけて、前髪も余ったやつつけます。私もアホ毛がすごいかも。あとこの内側もちゃんとオイルつけておきます。こんな感じで部屋は完成したので、ちょっと最後にリップ塗ります。バランス見て、さっきはリップクリームだけ塗ったからピンクのリップ塗りたかったんだけど、ちょっと忘れちゃったから、この56番と混ぜる感じにしよう。もう一回ちょっと軽く塗って、オレンジピンクを、これママをちょっと混ぜる感じにしました。最後アクセサリーは、今日はピアスはこれにしようかなと思います。レースボンボンのチェーンピアス。このワンピースの紐、肩紐とか華奢で女性らしい感じのワンピースなので、ピアスもちょっと女性らしい感じの華奢なものにしたいと思います。これはね、あのね、ビームスで買いました。レースボンボンルクアの3階のビームスで買いました。なんか綺麗めなお食事行く時とかも可愛いし、
こういうリゾート系でつけるのも可愛い、大人上品な感じになる。こんな感じです。で、リングはいつもと一緒、シャネルのココクラッシュとエテの華奢なリングをつけて、はい、こんな感じで完成しました。じゃじゃん。では今日も沖縄2日目を楽しんでいきたいと思います。ありがとうございました。